ねえ。ああ。え？せや。やっとれ。よーし。お待たせ、エヴァン。グラディオン、邪神ゴーラを倒すことができる神器。おう。うん。ええ。よし。ありがとう。こんなに集まってくれたんだ。帯はもっと欲しかったな。奈落に出てきた兵士。どいだどいだ。これより作戦を説明する。ゴーラが生み出した次元結界を解除するためには、結界を作り出す4つの塔を同時に破壊せねばならない。この塔の破壊のタイミングが少しでもずれれば、塔はお互いを再生し合うという仕掛けになっている。つまり国ごとに1つの塔を叩けばいいんだな。他の軍と一緒にされないのはありがたい。全くだ。我が国には我が国の流儀がある。皆の者、よく聞け。それぞれの国が4つの塔を叩く。それではダメだ。4つの塔の攻略は守護神ごとに最適な5カ国の混成チームで行くべきだ。混成チームだって？そんな無茶な。いきなりよそと合わせろなんて。下に負担を押し付けるな。非効率だ。エヴァン、みんなよく聞いて。5つの力の結束がなければ勝つことはできないんだ。みんなは支えてくれてるけど、僕はまだ国王になりきれていない。僕が頑張れているのはアルトの約束のせいだったんだ。ゴロネールを追われた時、新しい国を作ることをアルに約束したんだ。最初は
その約束を果たすためだけに頑張ってきたのかもしれない。あるが僕の頭の中で仇を取ってってそう言っている気がしていた。でもそれは僕自身の感情だった。あるはそんなことなんて望んでない。僕自身があるの仇を討ちたいって思ってただけなんだ。でも今は違う。国を作るためにたくさんの仲間を作り共に戦ってきた。国づくりの道のりは険しくて泣きたくなることだってたくさんあった。でもみんながいたおかげで今までなんとか進んでこられた。だから僕は思うんだ。みんなが笑い合える国が本当に作れたらいいなって。僕たちなら作れるよ。ここにいるみんなが一つになって作るんだ。そんな素晴らしい国を。そのために僕たちは戦うんだ。最後まで戦い抜くんだ。みんなで勝ち取ろう。世界に平和をもたらすための勝利を。エヴァンの言葉は兵たちの心を動かしたようだ。さすがだな。うん、エヴァンはすごいよ。エヴァンの演説で士気を上げた兵士たちは邪神ゴーラの討伐のためモーヤ大陸へと向かった。これより各王の下で各国の兵士たちが金剛軍を編成し4体の偽守護神の同時撃破という難関に挑むことになる。行こう。全軍前進。おい、手加減はできんぞ。わしに続け。逃がさない。全軍構え。頑張れ。Thank you.
よし。
りはない。負けるな。手加減はできんぞ。この作戦で。負けるな。借りはたっぷり返すぞ。今のチャンスだ。ありがとう。よし、僕たちの勝ちだ。
戦で。ありがとう。やった。みんなのおかげだよ。今だ、ボンゴ。ほいほい。変身。ああ。ええ。よし。